皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。最近このゲームにリアルにハマっています。やっこー、ばあさん撃退部隊の霊夢だよ。何その特殊部隊。ということで今回も極悪ばあさん先生にいたずらを仕掛けていきたいと思います。で、今回は何をしろって？彼女が忘れられないレッスンを教えてあげよう。彼女のお気に入りの本の中に雲を入れよう。本に雲を？いつも子供たちにトラウマ級のレッスンをしているんだ。ばあさんにも忘れられない刺激的なレッスンをしてあげないとね。いや、やっぱりこの番組は最高だわ。いつの間に壊したテレビが直ってやがる。まずは雲がどこにいるか探そう。その辺の草むらとか床とか壁にいないかしら。雲はいなかったけどばあさんはいたわ。そりゃばあさんはいるだろうよ。おかげでケーキ投げの技術は上がりました。いないねー。そんな時はヒントだ。じゃあ早速ヒントってばばー。庭にまで来てました。さっき一瞬ヒントにグローブって書いてあったぜ。え、雲を捕まえるのにグローブが必要なの？素手で捕まえるもんだとばかり思ってたけど。おい、もしかしたら毒雲なんじゃねえか。毒雲、そんな雲どこにもいなかったけど。2階をしっかり調べてないから、もう一度よく探してみようか。お、こんなところにグローブが置いてあるじゃねえか。これで雲を捕まえられるわ。こんなもの拷問部屋になかったよね。うわぁ、これタランチュラじゃねえか。ばあさん、拷問用に買ったのかしら。まさかその雲が自分に使われることになるとは思ってもいないだろう。雲を捕まえたのはいいが、これをどうするんだったか。ばあさんの服の中に入れるではないだろう。お気に入りの本の中に入れるんじゃなかったっけ。ああ、そうだそうだ。でもお気に入りの本って言われたって、どれがお気に入りの本なのかわからないわよ。ムービーで、テレビを見ていた時にそばに本があったからその本なんじゃないかな。あ、この本のことか。じゃあ早速雲をこの中に。これこれ、この本お気に入りなのよ。ああ、間違ったー。先に気に入ってる本を言ってくれよ。今度は間違えないわよ。この本に仕掛けてやる。さあ毒雲がいる本を開いたらどうなるか。優雅な読書タイムの始まりよ。いやー、雲やないかー。雲やないかー。運よく刺されなかったみたいです。雲もばあさんの顔面なんて刺したくなかったのよ。雲やないかー。ミスティは髪に夢中になっています。それが最も痛いところを叩きましょう。彼女の髪を台無しにするために彼女のシャンプーに何かを追加してください。次はばあさんの使ってるシャンプーに何かを混ぜればいいのね。何かって、具体的に何を混ぜたらいいんだろうか。混ぜられそうなものを探してみよう。そろそろお風呂に入りたいわね。ついこの前買ったばかりのシャンプーを使おうかしら。私の綺麗な髪がより綺麗になってくれたら嬉しいわ。よく言うわよ、玉ねぎみたいな頭してるくせに。さて何を混ぜ混ぜしようかな。毒蜘蛛の毒を抽出して入れるのはどう？難易度高すぎるわ。そもそもシャンプーがどこにあるのか。シャンプーなら浴室にあるんじゃないか。浴室に混ぜられそうなものまであれば探す手間が省けるんだけど。ここが浴室だよ。これ何かと思ったら風呂だったんだな。ん？これは何かしら。なんか見るからに怪しいボトルだけど、混ぜられたりしないかな。シャンプーシャンプー。浴槽の近くにないかしら。浴槽しかないな。ってことは洗面台にあったのかな。まったく、わかりやすく大きくシャンプーって書いておいてほしいわ。なんだ、これがシャンプーだったか。なんだかよくわからない液体を混ぜたから、おばあさんが来る前にここを離れよう。クックックック、ばあさんの髪型が玉ねぎからジャガイモに変わったりして、想像できないんですけど。あれ、動きがめちゃくちゃ遅くなっちゃった。もしかして、エネルギー不足なんじゃないか。家の中でエネルギー切れにならなくてよかったわね。危なかった。至福のバスタイムよ。今日は特別にみんなに私の入浴シーンを見せてあげるわね。おえ？うっふ、セクシーでしょ。水着着てくれててよかった。私たちはなんでばあさんの入浴シーンを見せられてんだ。新しく買ったシャンプーはどうかな？ツヤッツヤのサラッサラになるかしら。モコモコモコ。ゴシゴシゴシ。自分で言うんかい。さあどうなる？紫キャベツが乗っかってるみたい。なんつう色になってんだ。なんか妙に親近感が。どれどれ。あら、素敵な色になってるわ。美しい私がより美しくなって最高じゃない。あのシャンプー、買って大正解だったわ。うわぁ、喜ばせちゃったよ。あの謎のボトルはカラー剤だったのね。別のものを混ぜねえとな。確か洗面台にもう一つボトルがあったから今度はそれを混ぜてみよう。これこれ。何これ、ハンドソープ。よくわからないけどとりあえず混ぜてみて、おばあさんの反応を見てみよう。ばあさんで実験してるみたいなんだけど。
なんか泡みたいなものだったわよ。さあミスティ、髪型がどう変化するか見せてちょうだい。私ったら一日に何回もお風呂に入っちゃうんだから、静香ちゃんみたいね、照れるわ。一人ごとのレベルが高すぎるんですけど。みんなあんまり見ないでよね、恥ずかしいわ。さっさとシャンプーしちゃいなさいよ。さっき髪の毛染めたけどすぐに落ちちゃって、もう一度染めましょう。ヘアマニキュアだから持ちがいまいちなのよ。ゴシゴシ、ゴシゴシ、ゴシゴシ。ジャガイモが現れた。まさか混ぜたものって。とんでもねえことしちまったぞ。このハゲ誰なのよ。じゃあ、変質者よ変質者。って私の髪。ミスティ、ごめんなさい。まさか除毛クリームだなんて思わなくて。しかも超強力な。子供のいたずらを甘く見てはいけない。男は左へ、女は右へ。よし、覚えたぞ。男は右でしたっけ？忘れるの早すぎるわ。もちろんリンクは右ね。こいつもダメだ。リンクは男だから左。うぷ主はまともでよかったぜ。デイジーは女の子ですから右。次は私が。マシコさんは右ね。落ち着いて考えろよ。ここで中間だね。さあ引き続きいきますよ。こいつは左。アップねえ。これじゃあ死んじゃうじゃん。もしかしてマリオで行動するのかしら。今度は速攻で左に行くぜ。いけー。おお、霊夢の言った通りだったね。この子は右よ。いい調子ですね。おっと、ここでまた中間だぜ。ミスっても安心だね。ああ、ミスった。早速ミスるとはな。ホタルちゃんは右。次はなんだ。ピカチュウはオスです。ブロックが落ちてくるのが早いわ。煽りは右。うわぁ、間に合いませんでしたか。右だぁ。変わった瞬間移動しないといけないわね。ああ、間違えました。スーツだけなら綺麗なお姉さんが入っているなんて思わないから大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。サムスは右。ひぃ、危ねえ。やったー、ゴールできたわ。スリリングなステージで面白かったです。最初はクッパを一撃で破壊できるミサイルのコースです。とんでもねえコースだな。一体どんなミサイルなのかしら。ここに乗るみたいだぜ。うわぁ、発射した。何事？ねえ、ちょっとこれ何事？これはいいミサイルだね。一瞬で奈落の底に落ちてったぜ。イライラが一瞬で消え去りました。